My wife, Nozomi and I were driving on the highway on Tomei Highway at night a long time ago. And this sports car comes from behind us, really fast.: Weaving through traffic: So we're driving, and then another, like another couple kilometers down the road, we make this curve, and we can see way ahead of us. えー、そして、しばらくこう運転してたんですけど、何キロ先で、その大きなカーブが。で、その危険運転をしてた車が、もう、コースコーで、本当にもう、ぐるぐる、スピンしてた。でも、危険運転をしてた車が、もう、コースコで、本当にもう、ぐるぐる、スピンしてた。んです but it ととでも、でも、でも、で a でも、でも、でんでも、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 で h でも、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 で l でも、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 で

でが正直に言うと、皆さんもきっとそう思うんじゃないでしょうか。<laughs> えー、なぜかというと、人間というのはこう正義感みたいなものが欲し <laughs> 公平な、まあ、ものが欲しいんです。<laughs> <laughs> ですから誰かがまあ自業自得の報いを受けると私はそれを見てまあ喜ぶそういうものは欲しいと思うんです。今日マタイの二十二十章のとたとえ話を見ます。そしてそこで神様はフェアな方、公平な方だと思います。神様は この正義を完全に支持している方 end, sin earth,、right. そしてこの地で行われたすべての不正義を最終的には神様がすべてさばくんです。ですが神様い このまあ公平さを超えるさらに素晴らしいものを神様は示してください。今日ぜひそれを皆さんにもこの聖界の中から見ていただきたいと思います。も神様の御言葉を見ていく前にぜひ一緒にお祈りしたいと思います。S pray. <S お祈りしましょう Father, thank you for your word. 天のお父様あなたの御言葉を感謝します <music> あなたが一体どのようなお方なのかという真理を私たちに示してくださいます <music> あなたの前で私たちがどう生きるべきか教えてくださいます聖霊様、えー、あのあなたの御言葉を理解できるように教えてください今日のスクリプチャーを教えてください 今日あなたの御言葉を私たちに照らし出してください。イエス様の皆にミコトボを私たちに照らしてください。あなたの最初の部分を見ていくことから始めましてください。第な節からコ節です日本語だけらお読みだます 天の御国は自分の武道園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。彼は労働者たちと一日一でなり,一でなりの約束をすると彼らを武道園に送った。 あ彼はまた、えー、9時頃出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った。あなた方も武道に行きなさい。相当の賃金を払うから、えー、彼らは出かけて行った。主人はまた12時頃と3時頃にも出て行って同じようにした。 Amen. If you were with us, if you've been with us the past few weeks, you'll know that we, look, we looked at a lot of Jesus' teachings that sound kind of like this back in chapter 13 in Matthew. In other words, this is called, uh, just in case you weren't heard, it's called a parable. えー、これはたは例え話というふうに言われているんです。Uh, 例え話というのはある特定の真理をこうはっきりと分かりやすくしましたものなんです。As we said, s と i d it's easier in Japanese,、e, ashi, example, えー、と a p a す e s e because example teaching.Nihongo d'atoma: 例えばなし a いうふうに言われているん Matthew 13 is full of, full of parables, and then there's, no, there's very few of those kinds of things. And then suddenly, 20, we have this really strong 16-verse parable.

ご自身の御国の国話をお弟子さんだけにしてただ、 話をしてたのじゃなくてこの最後のえこの例え話を通してクライマックスに突入しようとしているあのこ、ね、今の数週間でしてきた話についてあんまりこうあのよく知らない人もいると思うんですけどえ少しどんな話をしてたか思い出して,てイエス様はご自身の弟子にこう話しました私たちにも話してたわけですイエ、ね、ス様は私たちにも私たちの神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 に もし私たちが天の御国でデコ、エライトニ、ナリタカタトスタラ。私たちは、こう身を低くしてヘりコダテ、ニュアンいといけない If we want to live forever、もし私たちが永遠にニきたいとしたら私たちのイをイエス、様のために投げ出さないと If we want to influence people, really spread out our influence for the kingdom of God, 天のミクのために私たちが、他の人に影響を及ぼした,いとしたら、私たちは実際には、こう、焦点をしって、一人ずつ愛していかない。私たちは実際には、こう、ショをしって、一人ずつ愛していかない、えー。このこと、皆さん、覚えていらっしゃるでしょうか。先週はどうだったでしょうか。先週はどうだったでしょうか。先週はどうったと思うんですけどうたではどうだったでしょう もし私たちが本当に裕福に、またを得たいと思うなら、私たちはお金に対する愛を捨ていないといけません。We えー、これらの、えー、まあレッスン教えを私たちは何て読むんでしょう ?Lessons of the Upside Down Kingdom。Can we put that slide up just a h e d The Upside Down Kingdom.That's 逆転の国の国、えー、まあ教えという why we we used to have Kobe back here upside down, but we erased that.Today b u anyways, t we're g o n n a finish our Upside Down Kingdom series with this parable parable, which is a very fitting thing to do.

なんで神の御国というのは逆転の御国なんでしょうか、えー、ぜひ注意深く見てください。この、えー、例えばの中にそれがあるからです。So、今、えー、見た、えー、言葉のいくつかをちょっと見てみたいと思うんですけど。All, one, we we まず第一節にドウ園という言葉があります。Um, you know, これはとても大切です。In the Old Testament,

ですから、このブドウ園の例え話の中にはたくさんの、まあ、シンボル、象徴があの入っているんです。そして、もちろん、ここで言っている主人というのは神様、ご自身のことですね。 そしてこのブドウ園に入ってきて働く人たちというのは神様から許されて一緒に神様に仕えるために招かれている人たちということですですからこの永遠の創造主である神様というのはどのような方なのかこのパラボルの神様はどのような方なのか うう OK, now let's make another observation about just this, this first passage here, the first part of the passage. There's a repeated emphasis on the theme of fairness. ここ In verse 2, You see, the, we see the laborers and the master are agreeing on the wages. So, in other words, he's not, this master is not a slave driver. まあ言い換えるとこのえと主人というのは、奴隷を使うような人ではないということこの主人は、労働者と、同意をいう人がいるか。A day. 次、これが、どれをいう人がいるえ次、日一デナリという人が出てきますか。どれ <laughs> <laughs> ってる人いいすか。

1らら、ね、one, one day fair wage. Maybe according to minimum wage in Japan, 8,000 or 9,000 yen, I guess. So that's fair. Then, one other emphasis on fairness is in verse four.、うんえー、4.、ね、The master guarantees, he says, whatever is right, I will give you.

We just というのも私たちが今、あの突きしたがお人の神様が報酬を与えるみたいな話をしましたが、私たちは、普段こういう話し方しませんね gift, s <S というののも神様が私たちに報いを与えてくださるのは、えーまあ、もう完全に Well, the problem is, just as in this parable, we see teachings all over the Bible that talks about God rewarding us for good works. ですが、えー、ここで言われているのは、いい働きに対しては、えー、まあいい、えー、まあ報いがあるということなんですね。まあ、クレシ、ノンクリスチャンの方は、あの聖書を読んでない方とかもいると思うんですけど、あの今の話ちょっとわからないなと思うんですけど、まあ一旦ちょっとあのきついてきてください。えー、まあここで 神様ののの恵みという考え方と、とといいいいううう、う考考考えええ方方そしてて、えーまあ、報いという考え方をちょっとこうあのどうやっこどやバランス取れるのかでも考えたいんです。私たちがクリスチャンになって、罪が許されたとき、そこに関して私たちは何の、えー、働きもしませんでした。 ですが、そこから私たちがクリスチャンとして、成長していくときに私たちは神様と一緒に、えー、まあ、協力して、やって、いくんですねそして、私たちは、いい、行いをうすることを通して、成長をしていくと But、by whose power are we able to do those good works? ですが、これは誰の力によって、私たちがいいことをして、成長できるんでしょう ?By our own power? 自分の力ですか 違いますね私たちの中にある聖霊様の力によってです、so、God good works. ですから神様は私たちの良い行いをまあ力づけ可能にしてくださるしかもご自身が私たちをこう元気づけてあの力づけて可能にしてくださったものに対して報いを与えてくださるんですその中にある Well, we don't have an extra 45 minutes, so I'll encourage you guys to take a picture of these Bible verses or write them down and go study this yourself. Just reading through, thinking through these passages, I think will really help you with understanding what it means to grow as a Christian. こ,のこれらの聖句について考えるだけで、クリスチャンとして成長するということについてより深く理解できると思います。Okay, everybody. Come on back now. If ですが私たちが人の死について語るとき私たちはよく神様は不公平だというふわりのあって言うんです。In, in 前の日曜日にはこの教会の関わりになった一もは春さんのお母様が亡くなってしまいました。ですから、火曜日にこの教会でお葬式を取り行いました。いつもとさんをみんなでことてむことがあのてもと あの思うことができたの素晴らしかったんですけども。ぜひイッキーさんのご家族ご親戚の方のために皆さんはあのお祈りしてくださいですが神様を讃えたいことなんですけれどもこの4人の方々皆さん神様への信仰を表されていました全て祈りが そしてみんな洗礼を受けられていました。ですから、こうしたことがされている場合は、本当にお葬式といっても全然違うものになりますよね。ですが、人生全部を通して神様にま反発してきた方々の場合はどうなんでしょうか well, 聖書は地獄について話しています神様はそういった人を永遠の苦しみに送られるというふうに書かれていますそしてこれはあまりにも重くとても悲しい聖書の教えですです,ですが、えー、一つ、えー そ、まあ、いいうです。So, so、That's what Jesus is saying. He's saying God is actually fair, and that applies also to when He sends people to hell. Let me say it a different way God never sent anyone to hell who did not deserve hell. まあ、値しないそれに行くべきでない人を地獄に送ったことは一度もないんです。別ののの言い方方をををすするるとそそ々はははある意味ででで地獄選選んでしまっったたたわけですねなななぜならその人たちは神様を選ばなか,ったから 救いを与えてくださっているイエスキリストを信じなかったからです。Now, him, それであれば、なぜ人生全部を通して神様と一緒にいたくないというふうに考えてきた人たちを神様が無理やり天国に連れて行く必要があるのでしょうか。So ですから、えー、ぜひ皆さんに、えー、神様に心を委、ね、信頼して、えー、神様が、えーまあ、裁判をることを、えー、信じられるように、えー、できればと思います。But now we're going to go back to our parable, back to Jesus' words.、えー、では、ここで一旦また、例え話の方に戻りましょう。And そしてこの例え話の中にあるまああのねじれといいますかこの逆転の部分をちょっと見てみたいんです。六6節から10節、またいの福音書20書の6節から10節を日本語でお読みします。また5時ごろ出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。 あなた方も葡萄園に行きなさい。夕方になったので葡萄園の主人は監督に行った。労働者たちを呼んで最後に来た者たちから始めて最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた者たちが来てそれぞれ一でなりずつ受け取った。最初の者たちが来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らが受け取ったのも一でなりずつであった。Amen。Did you guys feel the flip? Did you feel the twist? え皆さん、この逆転している部分見つけましたかいくつかあのこのまあ逆転のヒントがありましたね。えというのもここでまあ裕福な地主というかあの土地の所有者がいました。A very, a もうあのとっても身分の高い人です。 えー、そして、たぶん武道園の前辺りで何もせずにこうダラダラしてた人たちにまあ向かっていくんですね。なお、どういう人に、何もいうんでまあ一般的に、武う園のこう外あの入り口辺りにいる何もしない、怠け者の人たちに向かって、身分の高いえーオーナーの人は何て言うんでしょう、普通は。コラー <laughs> コラーって言いますね <laughs>。 このも怠け者がっ <up> もっと早く起きろよもうこっから出てけ、right? これが <laughs> だからこっちは裕福でお前ら貧乏なんだよって、right? それって普通じゃないですか fact, s <S まあ実際公平ですよねある意味。S <S でもこの地主の方、土地の収者なんて言いましたか この、まあ、ずっと何もしない立っている人たちに向かってあなた方も武道園に行きなさいって言うんですね。え、eh? その人たちも働かせるのこれ kind of ちょっとなんか私たちがこう想定するような土地のオーナーと違いますよね。But then it gets even more surprising.

ですが、10節、えーまあ、これあの、主人があしたことなんですけど、彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。ほとんどの人たちはもう1日中あの 別に働いいたわけじゃないんです day,、right? まあ、一番最初の人たたちだけ一一日中働働いいい <laughs> もう時間しかてなおっさんです kind of この主人人ってどんな人なんでしすか いや、公平な人だと思ってたんだけど。いや、なんかもう公平じゃない感じがするんだあの。不公平ではないけど、まあ、公平ではないよな。だって、まあ、あの、稼いだ以上のお金も与えてるわけですからね。ですが、これはちょっと思い出してほしいんですけど、 このブドウェ園の、まあ、主人の話だけじゃないんです。God, これはも、ああ、でも、ああ、でも、あこの宇宙全体の主人である神様のあ、で、え、も、ー、ああ、でも、ああ、でも、ああ、です、so、ですから私たちはこのことが学びます神様は確かに公平な方ですあでも、ああ、でも、ああ、ででも、ででで ですが、コウヘイではないとも言える。God is also more than fair. He is gracious. というのも、神様はコウヘイ以上の形、つまり、めぐみ深い形だと言うことです。He gives more than what's deserved. <S もう、その、あたしないものをあたえてくださること。He withholds the punishment that is deserved and gives reward in this place. 私たちがあたしするような、ばつを、こう、 もうなしにしてそい。代わりにさい。えてんださい。ごのんなとい。ごめんなとい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごえんなさい。ごめ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 んなさい。うことです merit, you い。 皆さんご自身で、えー、それを持たらしたわけではないのに、まな、あ、ぜか、えー、まあ、よいもの、しゅくうこ、あたりともらえるということなんです。And that concept, that concept of God's grace, <S この神様の、めぐみのガイネン、is the essence of the upside down kingdom. これこそが、逆転のみくりの、ほんしつなんですね。God's kingdom runs on grace!

えー、そして皆さん、神様が、えー、こんなに恵み深い方であること、皆さん、うれしく思わないでしょうか。I I 私は、えー、とてもそう思います。S <S えー、というのも、もし、えー、神様がそのような方でなかったら、あなたも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 私も、えー、私たち、受けるべきものを受けることになり そして、私たちは公平な裁きを受けたくはないはずです。私たち全員に関して、聖書はどのように言っているでしょうか。ううか詩篇五十三篇三節はこのようにあります。彼らはことごとくそのきさり、誰も彼も無用のものとなった。善を行う者はいない。誰一人いない。 新約聖書、ローマ人へのの手紙3章10節ではこのように引用してて書いています次のように書いてある通りですュ人はいないヨ人もいない and fall short. All have そしてローマのローマ人への手紙3 23章のの節にはこのようにあります全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず Aren't you thankful that God is, is not only fair? Eh, because if He was, I deserve hell. It would be fair, it would be good and right if God were to send me to hell. えー、もし、えー、神様が私を地獄に送るとしたらそれはもう完全に正だしい、えー、まあ良いことになるわけです。それが、まあ、私がやってきたこと。What I それが私が deserve。それが私が対するものなんです。And God is fair. そして神様は公平なんです。But praise God that He's not only fair. ですが、えー、本当に神様に感謝したいですが、神様はただ公平なだけど。He's <is> gracious. めぐみぶかんです。 この宇宙の本当にめぐみ深い主人なんです。He not only takes away the punishment, He gives us rewards.He not only saves us from hell, He lets us come into His vineyard and serve Him and be with Him forever.He 神様の武道園に私たちを招いて一緒に永遠に共にいてくださるんですそれはまあある意味公平ではないんですねですが神様は公平でないことをどうしてしてくれるんでしょう神様はこれをイエス・キリストを通して公平なものにしてくれるんです イエスキリストが十字架にかけられて、私たちが値するものをすべて背負って、死んでくださったんです。He he right、イエスキリストが、えー、この罪に対する、正しい裁きを全すべて受けてくださったんです。So now, when we trust in him, we don't get what we deserve, we get what he deserves instead. ですから、私たちが、いつ、キリスト、シンスタとき、私たちが、ウケるものではなく、いつ、サマガ、ウケるもの、私たちは、ウケることがでる。And no matter how late it is, the Father comes and says, Come into my vineyard, come and serve me, come and be amongst my people.And I don't know if you haven't trusted in Christ as your Savior. 救い主であると信頼したら、えー。まあ、これは、えー、全くまだ遅いことじゃないんですね。まあねえー「虚イエス様のいない生活から無」「虚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 

なので、私たちが働くこと、神様に,に向かって、こう、すること、えーまあ、そういったことについて話すと時々ちょっと、困惑してしまう、んですねこう、right? えー、こう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 、ここう、こう、こう、こ

ももうなななんかぐちゃぐちちゃゃになってるる家のことをこ心配するわけでもなく私が綺麗にしてあげたからじゃないんですけど。うん、あの神様のの園で時を過ごしたから

というのも、えー、ですがその後、えー、妻の顔がもう輝いていんです。どう園で神様のどう園で働いてきたからなんですね。Finish the この例えば、えー、あと6節ありますので、これを終わらせてみましょう。Read Japanese 10, through え10から、えー、と15節、日本語でお読みします。 最初の者たちが来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らが受け取ったのも一時なりずつであった彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした最後に来たこの者たちが働いたのは一時間だけですそれなのにあなたは一日のロークと焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いましたしかし主人はその一人に答えた「友よ私はあなたに不当なことはしていませんあなたは私と一でなりで同意したではありませんか」 あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にも、あなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので、自分のしたいことをしてはいけませんか?。それとも、私が気前がいいので、あなたは妬んでいるのですか?。え、最初から働いていた人たちは、神様の恵みにあまり満足していませんね。えー、まあ、その人たちは、あの公平な。 ま、あの報酬を得たんです神様これは明らかにそう言っていますね。ですが、この最初から働いた人たちというのは他の人たちも同じようなあの、まあ、報いをいただいたことに腹が立っている。気をつけてくださいね。これは私たちのことですからね。クリスチャンの話です。<Okay. S 1> いいですか ?15 節で主人はこのように言っています。 Do you my generosity? それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですかクリスチャンの皆さん、実はこのことは私の心にもいつも起こります。 私たちは時々自分たちが本来は地獄に値するような罪人だと忘れてしまいます。Like e、heaven, そして神様からの祝福、そしてまあ天の御国天国を自分の力で勝ち取ろうとしてしまいます。We think we hard. We もうすごく一生懸命働いて聖書も読んでも毎週教会にも日曜に来ている。And then, and then そしたら私たちは他の人のことを見下して神様の決気前の良さ、寛容さを妬んでします。私たちは自分のことを誇って、自分 <we judge, S 1> の人を誇いて、自分のこと誇って、自分 <Sorry, computer. S 2> のこと自分のことを誇って、自分のことて、自分のこと自分のことを誇って、自分のことをて、自分のことて、

えー、まあ今あなたの生活でどういう、えー、誰に対してまあ問題を抱えてますか。誰に対してこうイライラしたり、えー、腹が立ったりしてますか人生で。その人にどうか恵みを示していただきたい。その人たちに与えしないような行為を与えてほしいんです。And t h e そそそそもそも皆さんご自身がのの恵みををを受けていることを感じていいるるこことと感じはずですのです、えーまあ、れを、えーまあ、分かっちゃうことができるとマスターズシード、クリスチャン教会 からまずはこう日本全体それから私たちの生活の周りの人たちにこの恵みを示していきたいんです。No、のぞみと私はあのこのトンネルで車がバンパーをこすった時によしと言ってはいけなかったんです、ね。Say, oh、no, うんああの。 あの人たちあの、あの人ちょっと助けが必要かもしれないと言わないといけなかったんです。うんえー、ぜひ、もう、恵みの上にさらにその恵みをあの受けて、えー、それを他の人に示すことが、えー。まあ、その、すべてそれは、イエスキリストのおかげなんです。S pray. <S お祈りしましょう。神様、ええー、

私たちが時にあなたの愛を勝ち取らないといけないあなたの愛に値するものでないといけないと思ってしまうことを許してください私たちがその恵みを受けて他の人たちに対してさらに恵み深い風になれるようにお祈りできるようにどうか助けてくださいイエス様あなたの えー、が十字架にかけられ、えー、死にそして、えー、復活されたことを感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン